島本隅は日本の声優、女優、ナレーターである。高知県高知市出身。現在はフリー、かつては劇団青年座、青鬼プロダクション、大沢事務所に所属していた。幼少期から活発な性格であり、運動が得意で中学では体操部で新体操に励む。高知商業高校では体操部がなく演劇部へ入部。部長を務め、 演劇コンクールに参加し、審査員に褒めてもらったことが嬉しくなり、これをきっかけに俳優を目指す。俳優座を受験するため、上京して東方学園芸術短期大学へ進学。卒業後は劇団青年座に入団する。活動初期は家信等のテレビドラマに出演していた。1979年2月17日放送のゼンダマン第3話、エデンの園だよ。 ゼンダマンのゲストキャラクターのイブ役で声優デビューを果たす。同年4月スタートのザ・ウルトラマンではヒロインの星川むつみを演じて初レギュラーとなった。多くの文献や本人プロフィールなどではこの作品がデビュー作とされており、実際にオーディションに合格して声優デビューが決まったのもこちらが先だった。ゼンダマンのゲストは ザ・ウルトラマンの演出家から出るように言われたものである。これを機に、声優業が増えていき、同年12月公開の劇場用アニメ、ルパン三世家アリオストロの城で、ゲストヒロインのクラリスを演じた。ザ・ウルトラマン終了後は、舞台の仕事を優先するためレギュラーの声優の仕事は、断り、1980年から1982年に、かけて、 日本全国の地方の中学校を回る学校公演ミュージカル文なよ木から降りてこいある馬の物語に参加した。1983年4月からスプーンおばさんのルーリー役で再びレギュラーの声優の仕事を受けるようになり、1984年の風の谷のナウシカ、1985年の商工女性ら、1986年のメゾン一国。 オズの魔法使い、王、ファミリーで、それぞれヒロインもしくは主人公を演じ、人気を博す。私生活では、1984年に、青年座の後輩で7歳下の、お笑いコンビ、しびっこギャングの越川大輔と結婚、長女で声優の越川しおりとの3人家族である。1986年には、メゾに一国で演じた、ヒロイン、大人し子名義で、シングル、 予感をリリースし、翌1987年には2枚目のシングル、メロディーとアルバム、恋する KIMOCHI をリリースした。アニメ雑誌、アニメージュ主催のアニメグランプリでは、1984年の第7回と1987年の第10回、1988年の第11回で女性声優部門1位を獲得。 また、1985年と1986年、1989年でも2位に輝いた。1980年代後半以降は、キテレツ大百科のキテレツのまま、それいけ、アンパンマンの食パンマンなど、ヒロイン以外の役柄での出演が多くなり、役の幅を広げていく。食パンマン役は現在まで続いているので、持ち役の中で最も演じている期間が長い。 武藤玲子や麻生美代子から持ち役の一部を引き継いでいる。1990年代以降は母親役を演じることが多くなる。OVA ジャイアントロボザアニメーション地球が静止する日ではヒロインの銀霊役を担当する。なお銀霊を主人公としたスピンオフ作品も複数作られている。1996年からは名探偵コナンで主人公 江戸川ナ南こと、工藤慎一の母親、工藤由紀子を担当。食パン万ン役に次いで担当期間が長い持ちキャラとなっている。業界に入り30年以上が経っているが、その割には出演作が少ないと語っており、本人が言うには主演作やメインレギュラーのインパクトでキャリアを印象付けたとのこと。2012年に長女の越川しおりが、島本が、 レギュラー出演している、それいけ、アンパンマンで声優デビューしている。2010年頃には、プロフィット声優養成所の専任講師の一人となり、基礎講座の講師として活動中。2014年からは、S&S エンターテイメントスクールの声優演劇コースにて講師として活動中。2017年1月9日、テレビ朝日にて放映された。 人気声優200人が本気で選んだ。声優総選挙。3時間 SP で第25位に選ばれる。同年3月、第11回声優アワードで高橋和恵賞を受賞。1979年放映開始の世界名作劇場シリーズ、赤毛のン』の主役のンのオーディションの最終選考まで残り、結果は山田英子に決まった。しかし、 レイアウトと場面設定スタッフとして名を連ねていた宮崎駿が島本の恋に感銘を受け、指名でルパン三世カリオストロの城のオーディションに参加、結果クラリス役に抜擢されたという逸話がある。このカリオストロの城を皮切りに、島本は宮崎の作品に多数出演することになり、新・ルパン三世の最終話では、小山田巻を演じ、風の谷のナウシカでは、 自主的にオーディションに参加し主人公のナウシカ役を獲得。他には、隣のトトロでは当初、サツキ役でオーディションに臨むも母親役に決まり、モノノケ姫ではトキを演じた。モノノケ姫では、宮崎から20回ものリテイクを出され、島本自らも1回リテイクを申し出るなど、苦戦の連続であった。その後は宮崎が声優を専業以外からの起用にシフトしたため、 もののけ姫を最後に宮崎作品には出演していない。ルパン三世のクラリスについては劇場公開時よりもテレビでオンエアされた際に多大な反響があったらしく劇団にたくさんのファンレターが送られてきたという。その時のファンレターの数は西田敏行よりも多かったとされる。そのため劇団のスタッフ方々から住み これは大事にしなきゃダメだよと言われ、ものすごい数のファンレター一人一人に返事を書きまくっていたと語っている。世間的には、テレビアニメのレギュラー番組での初主演は、証拠女性らと認識されているが、実際には、オズの魔法使いの方が先だったとのこと。放送スケジュールが決定しないまま、全52話分の収録を済ませていた。太字は、メインキャラクター。 担当女優映画、ドラマアニメシングスジブリリニューアルピアノバージョンピアノをリニューアル2曲のみ上期作品とともに各配信サイトにて配信中の曲目もある。ありがとうございます。